鬼退治スペシャルのラストは、鬼は鬼でも鬼湯なお店をチェックします。場所は先ほどご紹介したベジップさんのお向かいです。というわけでやってきたのは、去年11月一番町3丁目にオープンしたチュロス専門店黒星。チュロスたくさん種類ありますね。そうなんですよ。どれも美味しそうなチュロスですが、中でも写真映えバッチリなストロベリースプリンクルスをチョイス。あ、チョコレートが接着剤というか、そうです、くっつくんです。すごい、たっぷりかけてくださってる、カラフル。大変お待たせいたしました、ストロベリースプリンクルスでございます。ありがとうございます。お気をつけてお待ちください。カラフルですね、かわいいし、美味しそうな香りが。確かに。じゃあすいません、お先にいただきます。こうね、買ったチュロスを持って、でさらにこう写真をね撮る場所だと思うの。なるほど。え、こういうこと。あ、どこ、かわいいかもね、かわいいかも。ちょ、あの春菜ちゃんも入ってみない。あ、私がこうなるってことですか。あ、そう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 。あ、いい感じ。あ、強そう。あ、いい感じ出てる強そうな感じが。あの、そろそろ食べたいんですけど、ね、いいですか。すごい外の食感はサクサクなんですけど、中の生地すごいもちもちしてますね。米粉と米油を使ってるので、サクサクもちもちで、このたっぷり塗ってくれたいちごチョコが甘くて美味しい。そんなチュロスの他にも人気メニューがあるとのことで、では私はこちらのクレープブリュレいただきたいと思います。上がカラメル、そしてプリンが入ってるので、上はまさにクリームブリュレですね。うん、美味しい。え、ちょっとその下、ね、どうなってるんですか。下の方はアイスだ。抹茶のアイスですかね。抹茶のアイスです。うん、美味しい。スポンジがあるので溶けても下に垂れてこない。あー、こうワンハンドで手軽に食べられるのいいですね。食べ歩きながら。あ、いいですね。